一言感想いただいてもいいですか。いや、難しかったらいいよ。喋れないんですよ。感想、肩が軽くなりました。最後CD 出さなくていい。あ、いいね。ユービーよろしくお願いします。マッサージしていきませんか。どうぞ。How was the massage? Very good. Damn. Thank you. マッサージやってます。How was the massage? Beautiful, thank you. Oh, thank you. 感想とか今ここでどうですか。青空の下でのマッサージ初めてですか。初めてです。めっちゃんこ気持ちいいです。めっちゃんこ気持ちいいです。めっちゃんこ気持ちいいです。大阪から来てくださって。大阪からマッサージ受けに。違うか。そうですマッサージのために来ました。あ、気持ちいい。フリーマッサージ行きますか。なんか話せるのはやっぱり僕からしても楽しいんで、いい触れ合い場だと思いますね。こういう場所はなかなかないですからね。なかなかないですね。はい、あっていいと思いますね。ありがとうございます。はい、 Very nice, thank you. Yeah, very good. 手をお腹使う気がする。はい、どうぞ。How was the massage? It's good, really good. Thank you. So nice. Thank you. マッサージとか行ったことは？ないっす、ないっす、ない。接骨院がいいっす。あ、肩凝ってる。めっちゃ肩凝ってますか、僕。結構ね、凝ってます。勉強しすぎ。勉強しすぎっすね。高校生？あ、中学っす。中学生。中学生でも肩凝りですね。どうですか？あちゃいるです。フリーマッサージ。オッケー、ありがとう。なんだろう、取材とかいろいろあるんですか。いろいろやってますね。Thank you. Thank you very much. すごく気持ちよかったです。私はたまたま先生だったので、もう本当に上手で、すごくもう寝ちゃいそうな感じで気持ちよかったです。私もあのマッサージ時々行くんですけど、今までで一番うまかったかもしれないです。すごく気持ちが良かったです。だからマッサージやったことない方もこうやってこう無料なので手軽にやっていただいて、あのマッサージの良さを体験していただけたらというふうに思います。ありがとうございます。千秋さんの感想もちょっと聞きたいな。どうでしたか。なんか思ったよりどんどん人が来てくださってびっくりしました。なんか緊張してきたのに心が追いつかないぐらいどんどん座ってくださるので、もうやるしかない。やるしかない。もうね、楽しいです。緊張しました。最初緊張しましたね。緊張しましたけど、緊張する間もなく、もうやるしかなくなってやってみたら、会話してるうちにもうそう、自分はセラピストだみたいな気持ちにいいですね。なってきて楽しいです。もっとガンガンやっこいこいです。本当帰る前にこんなにね気持ちよくなって本当にありがたいです。どちらから来られた。群馬県です。群馬これから帰られるんですか。帰る。あ、そうですか。どうでこの青空の下でのマッサージなかなかないと思うんですけど。ない、初めてですよね。いや、すごいいい方でね、気持ちよかったですよ。フリーマッサージオッケー、ありがとうございます。どうですか。もう今何人ぐらいいました。何人。4人、5人。なんかお客さんも、赤お客さんもひっきりなしに来ちゃう。続け、あの呼んできてくれる。こっちからもう声かけずして。そう、なんかこのボードをあのバトンとか言って、バトン形式で、じゃあ次の人お願いねとかって言ったら本当に連れてきてくれる。面白いですね。マッサージ行けたいなって思います。
思いました。